ごらん、いい景色でしょ。高いところは好きじゃないです。高いところから見ると何もかも小さく見えて自信過剰になりがちです。でももう少し上へ行くと、雲の上だと日差しも空気も気持ちよくて、見渡すと白い雲ばかり。仙境と似たようなところですね。そうだ。あなたには見えますか？あなたは実体がありません。その目はどうやって情報を取り込むんです？そういえば、私の話は聞こえますよね。鼓膜はありますか？都政の羽の力です。便利ですね。わからないことがあったら、都政の羽のせいにすればいいなんて。例えば記憶、私の脳にあるはずですよね。あの時、七人の弟子たちに頭をやられてから多くのことを忘れました。でもあなたは羽の中にいて、脳というものがないのに、あなたの記憶はどうなってます？多分答えは都政の羽だと思いますが。そうだと思います。羽が弱った時、私もいろんなことが思い出せなくなりました。それです！ケビンのところにいた時は、羽も剥げかけていたから、きっと記憶も損傷を受けています。もしくは、鍵となる何かが壊れてる可能性があります。だからあなたは自分のことを羽ではなく、自分が本人だと思い込んでしまった。理解はできます。意識の転移やコピーは、自己認識のミスにつながりやすいです。オットーも私も同じようなことがありました。そのうち治ります。大丈夫。私が協力します。何せあなたは私の分身。私たちは姉妹みたいなものですから。よく考え納得してから力を私に返しても遅くありません。はあ、返さなくてもいいです。私はケチな人ではありませんから。あのオットーにさえ羽を渡したんですから、一枚くらい気にしません。私と一緒に行きましょう。一人だと退屈ですから。どこに行くんです？大巨山に戻りましょう。ずっと黙り込んでますが、大丈夫ですか？気分が悪いなら、私から好きなだけ崩壊エネルギーを吸収していいんですよ。せっかくあなたを助けたんです。消えてほ、遠慮します。勝手にしてください。理解できません。何がです？どうして私にそんなに敵意を抱いているんです？私はあなた、あなたは私。私たちは二人で一つ。だからあなたは私のことをもっと理解できると思います。私は、自分こそが本物とか言わないでください。今は機嫌が悪いんです。気づいていないかもしれませんが、あなたの状況は正常ではありません。それで？続きを言ってみなさい。あなたは本当に不可ですか？私が見る限り、あなたは彼女に似ていません。むしろ、全く違います。彼女の記憶を持っているかもしれませんし、彼女の体の中で目覚めたかもしれませんが、あなたは、全く新しい存在です。何バカなことを言ってるんです？私には彼女の体と記憶があります。私が彼女でないのなら、誰なのです？むしろおかしいのはあなたの方です。羽のくせに自分こそが本物のように振る舞って。
あなたはいつも子供を見るような目で私を見る。私が気づいていないとでも？私のことなら心配はいりませんよ。自分のことだけ心配してください。でも、あなたは一点だけ正しいことを言いました。ええ。昔の自分に束縛される必要はありません。今の私は、新しい私です。かつての自分を真似する必要がどこにあるのです？私は自分らしくすればいいのです。あなたは過去の私。そう考えてもいいかもしれません。過去の私はそんなに良かった？そうでもないでしょう。ほら、私の友人。彼は過去に束縛されたかわいそうな人。メイ博士が死んだ時から、あなたと彼はそっくりです。たかがメイ博士のためなんて。そんなの割に合います？彼女は、ケビンは人類のために戦っています。彼の覚悟はそんな簡単なものでは。人類のため？どいつもこいつもそればかり。例えば彼、人類のためだとばかり口にしてるけど、本当は死んだ女のためです。彼とケビンの同盟を知った時はびっくりしましたが、よく考えたら似たもんな。彼のことはいい。一応彼に助けられたんですから。なぜ私に彼らのことを見せたんです？そうしたいから。そうする力があるから。都政の羽は便利だから。それ、私がそうしたかったからです。過去の私。この恩知らずは死にました？思い出すのが面倒ですが、あなた、彼女は死にました。覚えてないですが、私が殺したわけじゃないみたいですね。はあ、昔の私は、彼女たちが憎いですか？覚えてないなら憎しみもないでしょ？ただ、人を殺したら命をもって償うというのは当たり前です。死んでもらって当然です。ようこいかんというのはこういうことですね。もう同じ過ちは犯しません。セーフレイヤー、もう亡くなって、わかりません。彼女たちは今どうしてます？わかりますか？現在からある時点までの記憶が欠けていますが、その以前のことなら教えられます。歩きながら話しましょう。一つ質問しても？どうぞ。どうして退去山に行くんです？あそこに新しいものはなく、何年も前に人々から忘れ去られています。実は、私は目覚めたばかりです。わかります？何もわからない。頭が真っ白です。まるで生まれたばかりの赤ん坊です。赤ん坊に未来100年の人生計画を作れと言えますか？でも私は計画をしました。だって、仕方ないじゃないですか。私は不可ですから。不可にはやるべきことがあります。わかっています。ですが、やる気が出ません。逃げていると思われても構わない。確かに私は逃げています。自分の記憶を思い出すのも怖いです。
でも時間も敵も仲間も待ってくれません。この事実を自分自身を受け入れて不安にならないと。家と呼べる場所に行ってみたい。帰巣本能かもしれません。そこに行ってみて帰る場所があると分かれば自分のことを受け入れられると思います。え、これもオットーのものでした。私の記憶の多くは他人からもらってるんですね。昔のやり方は気に入りませんね。あなたが私を見下してることも知ってます。あなたが心配です。心配するようなことはないでしょ。今までにない最高の状態です。悩みも心配もなく、目覚めてから初めて自由に感じました。そして私は自分が誰か分かりました。私は不可、それだけです。この退去山は私の故郷。ここの何もかもが馴染み深くて新鮮で。この羽たちも記憶たちも私のものです。無数の可能性が私を待っていて、どう選べばいいのかわかりませんが、怖くありません。これが貴族意識。私は大丈夫です。